末期の京阪宇治バス宇治営業所。後方に、関西電力の送電線の鉄塔がある京阪、宇治バス宇治営業所とは、かつて、京都府宇治市にあった京阪宇治バスのバス営業所である。本校では、京阪宇治交通、京阪宇治港サービス時代の宇治営業所、車庫についても記述する。京阪グループ共通バスカードで印字される略称は、宇治であった。最寄りの停留所は、 宇治車庫であった。本記事では1962年に運営を開始した車庫を中心に記述する。京阪宇治バスが京都京阪バスに改称する以前に存在した営業所では最古であった。初代の車庫所在地であった宇治外知り寄り移転の際、当初の移転候補計画地に親会社の京阪電気鉄道が宅地造成を計画したため、その代償として当初の計画地より、 敷地面積をやや広げた上で、京都府道7号京都宇治線沿いの現在地に、東営業所を開設した。しかし、周辺には、関西電力の送電線や、道路、住宅地があるため、移転開始当初より、敷地の拡張は、不可能であった。その後、2007年11月10日に、京田辺市の京阪バス田辺営業所の一部が、移管され、 京阪宇治バス田辺営業所として運営を開始した。同時に京阪宇治バスの運行エリアの拡大も行った。2014年4月に京阪宇治バスが京阪ィバスを九州合併して京都京阪バスに解消したのに伴い営業所を新本社のある八幡市に集約したため当営業所は閉鎖された。跡地は商業施設に転用され2015年より 平和道フレンドマートとなっている。一部の系統は京田鍋営業所との共感となっている。なお県祭りや宇治川花火大会開催時には一部で経路変更や路線の部分休止を行う場合もあった。立命館大学船概用2000年代後半までに京都府南部の高速道路網が整備され、また京阪沿線から立命館大学琵琶湖、 草津キャンパス製の車両が大多数配置されていた。これは、旧、京阪宇治交通が日産ディーゼル車を宇治営業所に集中投入する方針であったことによるものである。ありがとうございます。